はい、どうも。女子ボーイズの部屋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日はこちらでございます。はい。キングスマン、ファーストエージェント。キングスマンというですね、映画なんですけれども、はい、まあ、それのシリーズ、最新作。うん。3作目かな、うん、なんですけれども、結構良かったので、ちょっとこちらを紹介しようかなと思っておりまして、キングスマンシリーズっていうのが今、うん、結構世界でも日本でもヒットしてるらしいんですけれども、うんうん、あなた見ました？僕、1、2見てます。あ、見てます。はい。僕、キングスマン見てないんですよ。うん、1、2。はい。で、今回の最新作から見たっていうタイプなので、うん、前作のはあんまりよく知らないんですけども、うんうん、まあ、基本的な流れとしては、そのキングスマンっていうのは、まあ、英国のキングスマンっていう、テーラー屋、仕立て屋みたいなところで、活躍する、諜報機関なんですよね。うん、まあ、その、表ではテーラー屋としてやってるけど、うん、裏ではその諜報機関、国家とか関係なく独立して動く、まあ、国のために動く諜報機関、うん、スパイですよね。エージェントがいるっていう、感じだと思うんですけれども、はい、まあ、それの、一番最初のストーリー。うん、要は、いかにしてそのキングスマンっていう、スパイチームが出来上がったのかっていうのを今回、やってるのがファストエージェントってやつなんです。エピソードゼロ的な。そうですね、エピソードゼロですね。はい、で、まあ、はやさん見たと思うんでわかると思うんですけど、キングスマンって結構どっちかっていうとアクション映画で、そのスパイの、まあ、いろんなね、技術とか、まあ、最新のテクノロジーを使ったりとかっていう、なんかいろんな見せ方でアクションを楽しむっていうようなイメージだと思うんですけども、今回はですね、まあ、それだけじゃなくて、はい、意外とね、テーマ的にも、ちょっとね、うん、重い部分があったりする。そうなんだ。だから、軽快なイメージ持ってる方多いかもしれないですけど、はい、このファーストエージェントに関して言うと、意外とね、重い部分も、うんうんうん、シリアスな部分もあったりするんですよ。で、それが、まあ、世界大戦の、まあ、前夜というか、ちょっともう世界的に、そろそろ戦争始まっちゃうけどやばいぞっていう状況の時に、うんうん、まあ、裏で暗躍する部隊みたいなのがいて、うんうん、でそいつらが、まあ、悪いことを仕掛けて、はい、イギリスっていう国をこう滅ぼそうとするみたいなことをやってるんだけど、うんうん、まあ、それを一番最初の、キングスマンになる男なんですけども、はい、その、オックスフォード校っていう、うん、まあ、レイフ・ファインズが演じる、うん、まあ、イギリスの紳士ですね。うんうん、英国紳士は、知ってしまうんですよ、その情報をね。で、それを何とかしなくてはいけないってことで立ち上がるんですけれども、うん、まあ、一人の力ではちょっと、どうにもできない。まあ、紳士とは言え、じゃあどうにかしていかなきゃいけないっていうので、まあ、チームみたいなものが出来上がっていくっていう、まあ、ストーリー展開なんですよね。はい、で、今回の、まあ、面白い部分っていうのが、うん、その、レイ・ファインズの主人公の息子がいるんですよ。あ、もう子供いいんだ。うん、うん、うん。で、その息子っていうのがコンラッド君っていうことで、うん、で、そのコンラッドが、まあ、大人になって、うん、で、その大人になっていって、世界大戦に始まってるんで、うん、兵に入りたいって言い出すんですよ。はあ、はいはいはい。もう正義感が強すぎて、うんうん、私はもうその国のために、命を投げ捨てる覚悟です、みたいな感じで、18とか、なのにもう、とにかく行きたいって志願するわけですよ、うん。で、それをとにかく止めたい、過保護な親みたいなのが、うん、レイ・ファインズなんですよね、はい。で、まあその止める理由っていうのが、お母さんが、殺されちゃってるんですよ。うん、戦争に巻き込まれて。ああ、もうじゃあ家族を失いたくないというか、そうそう、戦争に奪われたくないと。で、コロナ毒もそのお母さんが撃たれて亡くなってるのを見ていて、うん、お母さんと、約束をしているわけですよ、うん、オックスフォードは。うん、それは、もうコロナドにはこの、うん、戦争っていうのが、もう見せないような世界にしてください、みたいなのを言われていて、でそこからもう平和主義になって、うん、もう一切そういう戦いの場には行かないっていうふうに決意してるんですけれども、うん、まあその、気持ちに反して、もう子供のコンラッド君はもうとにかくその国のために立ち上がんなきゃいけないでしょうと。で、あなたはそんな力もあるのに、なんでそんなに行かないんですかみたいな感じで言ってくるんだよね。うん、で、お前はまだ子供だから分かってないみたいなことで、うん、なんかね、最初の序盤の流れとしては、国のために戦いたい子供、うん、でそれを止める親っていう、うん、なんかね、親子関係を最初見せてくれる感じなんですよね。でそのシリアスな感じっていうのがそこから、まあ、戦争っていうのは本当に事実としてあるものの、はいはい、悲惨さみたいなのを結構描いていくんですよ。で結局その、コンラッド君は、まあ、しょうがなく、
まあまあ、親の反対を受けながらも、もう、兵に行っちゃうわけですよね。完全にもうあれですね。カムカムエブリバリと一緒の流れですね。まあまあ、NHK で。これをなんでわざわざちゃんと描いてるのかっていうのが、うん、そのキングズマンっていうちょっととんでもないチームが、うん、ちゃんとしたその出自が通ってるっていうのを描きたいんだろうなっていうのがあって、まあね、で、それでまあ戦争のすごい、息子が戦争に行ってそこで戦っているっていう、うん、で、それをもう待ち続けてる親っていう状況なんですね。で、まあその戦争でいろんな、まあその、うん、お父さんにとって嫌なことがたくさん起こるわけですよ。今さ、うん、オス親って言わなかった？言ってない。オス親っていう、うん、状況なんですね。俺、両親のことも、お母さんのこともメス親って呼んでんのかなって、ドキッとしちゃったよ、俺。まあまあ、オス親の方ですね。いやいや、まあまあ、オス親ね。まあ、それでも別に間違ってない。驚いた、はいはい。で、うん、そこでまあ、ちょっと、戦争の悲惨さをすごいね、うん、ちゃんと描いてるんですよ。だから、うん、キングスマンってちょっとコミカルなアクションのイメージちょっとあるかもしれないですけど、戦争の部分で起こってるアクションっていうのはかなり、テイストが違う。今までのキングスマンのタイプとは違う描き方をしてて、で、それと、また別で、まあ、そのシリアスなシーン、要は理由がどういう理由かっていうのが描かれた後は、その、主人公のオックスフォードが、まあ、また戦いに出るわけですよ、うんうん。で、その戦いに出てからは、どっちかっていうと、その元のキングスマンみたいに、うん、面白いアクションシーンがたくさん出てくるんですよ。あ、はいはい。だからそこのね、シリアス系のアクションと、コミカル系のアクションをちゃんとね、使い分けてて、うまくね、見せてるなっていう印象でしたね。なんかずっとキックアスみたいなイメージだね、僕は。キングスマンっていうのはね。監督がね、そうだからね。そう、コミカルな、うん、戦いのシーンがたくさんあって、うん、シリアスっていうのは想像できなくって、僕、ワン、ツーって言うけど、どっちも前編通して、なんかちょっと面白おかしいね、うん、敵キャラが出たりとかだったので、ちょっとびっくり。結構だから今回はね、うん、最初から感動じゃないけど、ちょっと父、うん、母、家族みたいな、子供の家族をまず最初ちゃんと描いてから、いわゆるキングスマンっぽい、テイストに入っていくっていう流れみたいなんで。秘密兵器も出てくる、ちゃんと。秘密兵器はね、1914年とかだったから。あ、そうなんだ。じゃあ、まあ、出てこない。あれなんですよ。スパイアイテムのトップがパラシュートだ。あ、そうなんだ。あ、そんなものあるんですか、まあ、そりゃそうだな。うん。メカニック感出してもね、そうか、よくないもんね。でも、そこが、俺、すごいなと思った、逆に。うん、要は、テクノロジーみたいなもので見せるのってすごい多いじゃないですか。007もミッションインポッシブルもそうだけど、うわ、それな、よく思いついたなっていうアイテム。がかっこいいとかあるじゃないですか。じゃああなたあれ好きだと思いますよ、僕は。08招待。08招待。ガンダムの08招待。うん。ビームサーベル雪に刺して、戦闘みたいにして、アイナサハリンとシローが入るっていうシーンがあります。それ好きでしょ。で、このね、ラスプーチンとのバトルがとても面白くてですね。見たいな、確かに。ラスプーチンが、やっぱね、ロシアらしさ全開出してくる。どういうこと？ね、ロシアらしさ。コミカルな部分をうまく使った上で、しかもなんかね、ラスプーチンっていう階層でさ、まあ、いわゆるちょっと都市伝説にも出てくるようなキャラクターじゃないですか。それのなんか怪しさをうまく使って、やる、まあ、いわゆるね、もう他の映画だったらラスボスでいいようなめちゃくちゃ面白いキャラクター。そこはね、マジで面白かったですね。単純にアクション映画として面白いと思いましたね、で、そこもだから仕掛けがどうっていうことではないんですよ。新しいアイテムじゃないんだけど、まあ、ただのアクションを本当にうまく監督が工夫して見せてて、でね、俺がすごい良かったなと思ったのね、これマジでやったらいいんじゃないかなと思ったのが、やっぱりイギリスの紳士の戦いなんで、サーベルの戦いに出るんですよ。はいはい。で、いわゆるフェンシングみたいな。レイピアみたいな。そうそう、感じでやるんですよね。で、その戦いの時の見せ方っていうのが、カメラが、そう、レイピアについてるんですよ、多分。え、どういうこと？だからカメラアングルが、刺される側の人間の顔に、こう、剣のスピードでついていくみたいな。超怖いね、それ。だそれが、すっごい映像として斬新で、これマジでやったら流行るんじゃねえと思って、フェンシングの試合でつけられるんだったね、ちっちゃいのとか。酔わない これ。いや、面白かった。酔わない、いや、その、大事なところだけど。ああ、そっかそっか。ああ。全編じゃないよ。っちゃう。全編じゃないけど、その見せ方とかはね、すごい斬新だし。いいね、それ確かに。なんかね、やっぱり、
なんか見せ方まだいっぱいあるんだなと思って、うん。でもそれってその時代だからこそ何かしら相手を出さないと 見られないから、そういうアイデアが生まれたんだもんね。うん、で今までのキングスマンの求められてるもののアクションをアイデアでどうにかしようっていう、その、なんかね、監督の工夫みたいなの見られたし、うん、一工夫しないと、そうね。今までのファンはちょっとね、うん、満足できないぞっていうのが分かった。てるから、まあ、そういう見せ方をとにかく、うん、うまく練ったなっていうのは考えましたね。素晴らしい、見てて思いました。だからまあ今回前編通して思ったのはね、うん、役者さんがいいとかっていうよりかは、うん、そのね、もうやっぱ監督の手腕なんじゃないかなと思った、うん。もうね、キャラクターの立て方もすごい面白かったし、シリアスさとコミカルさのバランス感。うんうん、これもすごいうまくできてたなと思いましたし、またちょっとやっぱり突っ込みどころ多いシーンもあるんだけど、まあまあそれはね、まあこれはね、でもスパイ映画だからいいかなっていうぐらいの感じだったし、戦争の史実に基づいてちょっとやってる部分があるから、ちょっと混乱するかもしれないけど、その、あくまで本当にあったことの中で、こういうことがあったら面白いでしょっていうのもフィクションではあるから、うん。それでもさ、新解釈三国志の時に酷評したから大丈夫いやいや、だから、うん、なんていうかな、史実は確かにちゃんとやってんだよ。うん、追ってるから。で、裏の悪役っていうのを、うん、もうその、オールスターみたいにしてる、うんうんうん、史実に出てくる、ちょっと噂があった人、うんはいはい、女スパイとか、うん、階層とか、うん、で、わかんない部分が多い人たちだから、まあ、こういう感じなんじゃないのっていうのを多分ね、なんとなくイメージしたんじゃないかな。はいはい、まあ、面白いっすよ、そういう、うん、なんかね、いろんなところに引きを作って、うん。まあ、やっぱキャラクターが魅力的なのはね、すごい良かったと思いますね。で、何よりいいのが、やっぱ紳士の佇まいとか、うんうん、やっぱスーツ姿がビシッとね、かっこいいっていうのがもう第一にあるし、なんか所作とかも、うん、いわゆるそのなんかね、スパイっぽくないんですよね、うん、おじさんなんですよね、英国紳士のおじさんって感じなのがまたなんか良かったっすね、うん、斬新でしたよ。中でもあったんですよ、うん、なんかね、やんちゃな男の子を紳士にするというシーンがあって、やっぱそこでも、まあ、格闘技というかアクションはもちろんなんですけど、うん、そういうマナーみたいなね、うん、そういったものもきちんとしなきゃいけないから、そこのシーンもあったんで、うん、そこも繋がっててなんかいいですね。そうだろうね。うん、だから、そのシリーズで見てる人も、多分、ちょっと満足できるように作ってるんだろうな、うん、と思いましたし、それはね、良かったですね、うん。よくできてたなと思って。なんで、まあ、この、最初に、うん、まあ、僕みたいにこっから入って、うんうん、でも多分シリーズ見たくなる作りなんですよ。まあ、そうで、今まで見てきた人もまあ見て、うん、なんでこのキングスマンってものができたのかっていうのを知るっていう意味では、うまくやっぱり作ってるなと思ったのでね、これは、非常に劇場でやってるうちに、まあ、見た方がいいかなというような映画でございますので、うん、ぜひ、見てください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで我々サブチャンネルもやっております。としみなじチャンネル、ぜひそちらも登録お願いします。お願いします。ニコニコチャンネル、こちらもやっております。としボイズの秘密クラブ、会員制でございます。こちらもよろしくお願いします。お願いします。1億人突破目指しております。1億人突破いたしましたら、僕あれやっぱね、うん、憧れちゃいましたね。単純に。キングスマンっていうところで、作るスーツ。うんテーラーってことイギリスの、うん、オーダーメイドのやつ、うんうん、あれいいなと思って、ね、おだからブランドでちょっと作るというオーダーで作ろうかなと思って、いや本当に、うん、勝手にしろよいやいや僕があそこみたいなのを作る、ちょっと待って待ってテーラーを、ね、自身のブランドを作るってことそうっすよキングスマン的な、うんうん、岸本マン的なやつを作るっていうこと？そうですよ。だからそういうブランドにしていこうと思って。一着予約入れていい？まあ、何作るかまだ決めてないです、まあ、ね、はいはい。ちょっとね、いいっすよ、うん。男はスーツ、ね、確かにね。一応ほら、いいやつ持っとくの。これ忙しくなりそうだ。じゃあ僕も、はいはい、ね、それに向けてやっていきますので、よろしくお願いします。